日本遺産認定、清酒発祥の地、野鳥の楽園、小屋池公園、そして国内線の機関、伊丹空港。自然と文化と共に暮らす伊丹。そこにより便利になった市民の安全安心を支える新しい伊丹市役所が誕生しました。市内に点在する公園がつながり形成される緑の歩行者空間であるグリーンネックレス。伊丹市は市役所を市民が集う市民のための新しい公園に位置づけています。市民と市役所が協力して共に街づくりを考える市民協働の拠点、そして緑と街をつなぐ結節点として伊丹市を活性化させます。設計は世界的に著名な建築家隈研吾氏。木彫のルーバーが特徴的な外観は清酒発祥の地である伊丹市内の酒蔵の白壁が形成する歴史的な街並みを継承し、訪れる市民を優しく迎え入れます。その表情は建物内にも。連続的に広がる兵庫県産の木材を用いたインテリアが市民の皆様を温かく包み込みます。市民利用が多いフロアを1階と2階に設置し、上下移動を極力低減したフロア構成。建物全体は利用者の年齢、障害の有無、性別、国籍にかかわらず誰もが安心で快適に利用できるユニバーサルデザインを採用しています。総合案内は清酒発祥の地にふさわしく誰もが認識できるようにシンボリックな酒樽で作られています。職員が市民の皆様のお話を丁寧に伺いながら分かりやすくご案内いたします。タッチディスプレイに表示される QR コードを読み取ればスマートフォンが目的の場所へスムーズに案内してくれます。利用者が多い市民ロビーは柱を減らし、縁側のような明るく開放的な空間で温かい時間をお届け。窓口は全国的に見ても例の少ない先進的なスマート窓口です。 ICT を活用し紙に書くことなく簡単に申請書を作成できるスマート窓口に加え、自宅や職場からオンラインでも様々な申請ができるシステムに拡充。ライフスタイルに合わせて手続きがいつでもどこでも簡単にできるようになりました。また各フロアのデジタルサイネージで情報を発信。さらに1階のまちづくり推進課に隣接する市民共同スペースには大型デジタルサイネージを設置しています。市民と市役所が伊丹市の未来、これからのまちづくりのことを共に語らう場所にもなります。施設内と連続している深い軒木差しのあるオープンテラスと、そこから広がる市民広場は人と自然をつなぐ交流空間。グリーンネックレスに連なる市民公園も実現したランドスケープです。また屋上には展望スペースがあり、伊丹らしい眺望が楽しめます。環境に配慮する伊丹市役所はカーボンニュートラルの実現を目指し、自然採光、自然通風、太陽光発電など自然エネルギーを有効活用しています。無駄なく賢く使う省エネルギーと使う分のエネルギーを作る総エネルギーで、トータル 54% のエネルギー削減を可能にしました。 50% 以上の省エネルギーを達成できる床面積2万平方メートル以上の大規模庁舎として西日本初、ゼブレディを取得しました。これらの取り組みで従来の視聴者基準から新しい視聴者は年間およそ900トンの CO2 が削減されます。災害などの非常時でも
行政サービスは滞りません。安全安心な建物として設計されています。地震発生時の建物被害を最小限に抑えるために免震構造を採用。また防災拠点として非常用発電機などライフラインを維持する機能もあります。生き生きと暮らす、夢と希望を持って健やかに成長できる街。伊丹市役所はこれまで以上に市民に寄り添い、より便利に広く開かれた場所として、市民の皆様のために街の未来を作っていきます。ぜひ新しくなった伊丹市役所をご利用ください。